は枠に飛びません。うまくコースを切っていましたね。ディフェンダーが見事でした。与えられた仕事は走り回ってこのまま試合を終わらせることでしょう。選手がピッチに向かいます。いい形でゴール前まで持ってきました。追いつきたい工藤正人、ゴール。ここで同点に追いつきました。これで振り出しに戻りましたから、さらに試合は白熱するでしょう。非常に見応えのある試合ですね。同点にしました。素晴らしいゴールです。相手はショックを隠せません。いや驚きましたね。堅い守備から素早い展開が綺麗にはまりましたね。そりゃショックですよ。